これもグレード別に偏りがないかチェックしてみましょう。まあこのように細かくできるんですけどね、まあとりあえずこれでレース SG レースから 6.4% です。3連単が 1,2,3 その目の通りする来る確率は100回のうち 6.4、 役割 6.4、 16回に1回の出現頻度になりました。じゃあ開催種別集計条件を変えて G1 7.2 ちょっと上がりましたね。で G2 6.9 ちょっと下がりましたか。この辺のところで特別すごいピークは今のところ出てないですけどね。6.8 6.4、まあ、感じですね。じゃあ2連単2連複見てみましょう。まずじゃあ2連単の出目からいってみますか。で集計条件は全全ての条件これで、2連単ですね。2連単の的中 17.5%、 100回中 17.5% 平均払い持ち金460万、回収率 80.3%、 買い続けたら当然これは損をする、100を超えないと儲けは利益は出ないんでという結果で出ます。 17.5% っていうことは 100÷17.5 イコール6回に1回ですね。2連単もモンテ法の6点法だったら、網に入るレベルになりますけど、ちょっと投資法に工夫がいると思います。6点にということは、そのままだと、まあ、平均の法則ですので外れてくることもあるので、ね、ちょっと待ちを入れたりとかちょっとテクニックを入れて何回外れたら、モンテのスタート開始みたいな、そういう運用、これはまた別ビデオで作る予定ですけど、そういうちょっとテクニックを使った運用が必要になるかもしれません。これもちょっと早足で、各レースごとに違いがあるのか見てみましょう。 SG レース上がりました。 19.、約 20%、 5回に1回に上がりましたね。 SG は割とこの、2連単という、確率順位も 1,2,3 のように、まあ、的中数この画面で分かるんですが減っていくんですが、やはりインコース有利にだんだん減っていってるということになると思います。特別下の方に、回数が飛び抜けていく的中、まあ、要は的中率っていうのは開始率はともあれその目が当たったっていうので、この数字が攻略法上は大事なのですね。まあそういうことです。じゃあ SG 集計条件を G1 に変えてみましょう。19点、まあ同じようなものですね。集 G920% ちょっといいですね。15回に1回、まああんまり最初からあれですけど、で G3 は信頼性が良くないですね。17まで落ちました。じゃあ一般戦、17、そうですね。 SG クラス、要は、2連単に限っては SG クラスの方が安定、して、1,2 という目が飛び込んできてた。要は回数ですね、回収率を無視して、19G1 がもう一回見ると19で G2 が20、まあ G2 が一番いいんですかね。まあそういうふうに G2 だけに絞ったこの2連単のインコースの攻略っていうのを少し、そうですね、 G2 だけが20% という5レースに1回という指標を見せたの でこれに対して攻略法、要は5レースに1回は出るよと、
6レースモンテ法をもし使う場合だったら、まあ、その網に入ってくる確率が非常に高い。逆に言うと何レースモンテで当てて外れたらそこからスタートみたいなことをやるともっと的中率が上がるというような、ちょっと今何気に喋ってますかと攻略法のアイデアを今喋ってるんですけど、そういう組み立てもできると思います。もちろんこちら平均ハレモシも出てるのでそれも計算に入れて新しい攻略法の組み立てができるかと思います。で集計条件、この2連複ですか、2連複で今度やってみますね。分析データを2連複、集計条件はまた全部オール、まず全体的な回収率出ましたね。2連複はさすがに、配当金が低いので 24.3%、 4回に1回ですね、ざっくり言うと4回に1回は来るよと、十分モンテ法に、通用できる、もしくは3連、3並列法でも十分いけるということになるので非常に出やすい目だということができます。この辺を、考えていての攻略法はすぐ組み立てられると思います。もちろんその時に払い戻し金がここに出てるので、この払い戻し金で3並列でもいけるのかで、逆に言うと、まあ、パッとちょっとしたアイデアですけど、まあ、1日4ブロックに1回ずつ出るんだったら、かなりの出現率だと思います。ですのでブロックを切り分けて、角上でもいいですけどそのブロックごとに並列もしくはモンテで追い上げ、そういう攻略も面白いかもしれません。かなり期待値が高いということです。で平均ハレモシを逆計算していって、それで、これは何しろ2年の無作為の実データですので、それをその通り攻略を進めていればこの収束した値の中に戻ってくる、要は利益が出てくるというのを取っていいと思います。で2連複じゃあ各、レースのグレードごとに差異があるのかですね。まず今トップが 24.3% ですよね。これで SG あ同じですね。 SG の値は同じ、まあ期待値と4レースに1回ってことですか、は来るという。じゃあ SGG1 はどうなんでしょうか。あ G1 は25を超えましたね。 G1 はさらに SG よりも的中率がいいよと、要は出現する当たりやすいよってことを言ってますね。でじゃあ G2 はどうでしょうか。あすごいですね。 G2 は 30% です。 3.3 回、まあ、ざっくり3回 3.3 回に1回ってことですね。これだから攻略を組み立てるときは G2 レースに的を絞ってやるのもいいかもしれないですね。何もしなくてももう回収率が 93% までいってますね。これを利用した攻略も組み立てやすいと思います。狙う、3連 G2 ですね。じゃあ G3、G3 を見てみましょう。20、これも通常確率に落ちましたね。でもう1回、集計、じゃあ一般戦のみにやってみたらどうなんでしょうかね。やっぱりこの一般的な4回に1回パターンですね。でもこのさっきの G2 を G2 レース 29.1%